えじゃん。今日は年に一度のベイちゃんの狂犬病ワクチンの日なので頑張っていきたいと思います。パパさんはオイル交換に行くそうなんで、ママ一人で行ってきます。頑張って。ついでにフィラリアのお薬も処方してもらおうと思うんですけど、ベリちゃん去年は 7.5 切ってたけど今年はどうかな。 7.5 を境にお薬の料金が変わってくるから。ベリちゃんの今の気持ちを音にするとこんな感じだよ。ベリちゃん頑張ろうね。じゃあ後でね。頑張って。はい、お願いします。めっちゃ震えとる。 7.74 狂犬病で、いいですね。心臓の音なんか問題ないですね。はい、ちょっとなんかこういうやつあげてもいいです。いいですよ、いいですから、すいません。なんか変わったもの食べるとそれでお腹が緩くなるとかあるかな。鹿がダメ。鹿がダメ。はい、あとは大丈夫だと思う。ササミじゃ大丈夫。あ、ササミ全然大丈夫。ササミ全然大丈夫。ちょっとじゃあ好きか。あ、もうなんか前のめりちょっと窓でね、あとでご飯でちょっとすごい震えながらもササミは食べたい。ちょっとだけ前借りね。前借り。はい、どうぞ。やったー、やったー。あ、いらんのかい。嘘嘘嘘嘘嘘。今ちょっと前のめりに欲しそうにしとったけどね。え、あ、一回違った。硬いですかそれ。ちょっと硬い。あ、硬い。あんま硬いとダメ。あ、ほんと柔らかめ。なんかあるかな。フリーズドライ、これもちょっと硬い。フリーズドライ大好きです。フリーズドライ大丈夫。これはね、この辺置いてあるのか。ちょっと置いてあるんだと思いますけど、どうかな。フリーズドライだよ。あれちょっと緊張するのかな。ここじゃ、ここかな、うん、どうぞ。うそ。ありますよ、他ありますよ。やだ、もう悲しすぎる。クッキーとかはあんまり。あ、クッキーも食べれると思うんですけど。チーズ。まあ病院行きたい、ちょっと久しぶりに。病院がちょっと怖いのかもしれない。もうそれどころじゃないのかも。でもなんかね、前のめりでそうでしょ、そうでしょ。いいんだよ、食べて。いいんですよ。これだ。じゃあちょっとこれ食べながら。あ、すいません、お願いします。ちょっと待ってください。ベイちゃんやめてよその偏食。ベイちゃん怖いの、怖いの、かわいいね、ベイちゃん。さあ、じゃあちょっと看護師さんに。あ、すいません、すいません。後ろ足からじゃあちょっと一滴だけ血取るので。あ、はい、すごいな。先生が去ったらなんか震えが止まってました。ちょっとじゃあ、もしよかったら反対手からちょっとだけ待っててください、ね、何か怖いのかな。怖い、怖い。ベイちゃん、ベイちゃん、ベイちゃん。あ、じゃあ、しまった、しまった、しまった。ベイリー、ベイリー、ベイ、大丈夫よ、大丈夫よ。おりこ、おりこ。もう一個もらっとく、もう一個もらっとく。あ、すいません。もう一個だけ、多分大丈夫だと思いますけどね。せっかくなんで、ちょっと気をそらしながら行きましょう。少しずつでよ、はい、いいですよ、もしあれだけ取ってもらって。あ、めいちゃん、めいちゃん、めいちゃん、はい、終わりました。終わりました。あ、終わった、終わった、終わった。ちょっと気になるんだね。あ、すいません、お願いします。一瞬だったね。大丈夫だね。大きいですよね。大きいです。ちょっと大きいですよね。もう8キロ近いですもん。大きいね。注射が向かうんですか。あ、注射が向かえば。あ、本当。そうですね、狂犬病の注射が今日はありますので。あれ、今何やったんですか。今のはフィラリアの検査の採血ですね。あ、採血か。はい、なのでもう一度ちょっと。あ、わかりました。もう一回あるんだ。もう一回。私もう終わったかと思った。狂犬病の注射があります。フィラリアの検査大丈夫でしたので、ね、もうこっちはいらない。あ、これは、あ、すごい、なんか選んで食べるんでしょ、この子。今一番いいかな。ちょっとだけ射程持っててもらって。あ、すいません。ちょっとだけ待っててくださいね。はい、血血確認して。はい、ビーちゃん、ビーちゃん、欲しい。ビーちゃん、欲しい。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 じゃあ、狂犬病しますね。注射が別に具合悪かったり、去年もなかった、ね。あ、ないです、ないです。はい。ビーちゃん、はい、はい。ビーちゃん、ビーちゃん、ビーちゃん、ほら。ほら。行こう、行こう。行こう、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 行こう。ちょっとびっくりとしたね。あ、打ちました。終わりました。よかった、よかった。すごい、なんか、どうした、ね、警戒心がだんだん強くなって。そうそう、今までこんなことなかったのに。そうね。
しましょう。最後に1個私の食べとこうか。っね、よかったね。ご、何、どうした、どうした、どうした、なんか猫ちゃんの匂い。猫ちゃんの匂い。いらん、まあいいか。食べないか、なんか。ただいまーって。頑張ったね、めいちゃん頑張ったね。めっちゃ震えとったよ、めいちゃん。ただいまーって。あーめいちゃん。ただいまーって。2、3日は安静にって言われてるんだから、めいちゃん。そんな暴れんでよ。7.7 キロだったよ。やっぱりな。だってさ、服が今までだったのがムチムチ。だからこの体重をキープするように頑張ろうね、ベイちゃん。大きくなってもいいけど太ったのか。2、3日は安静にしてなくちゃいけないって言われたんで、ベイちゃんこの週末はドッグランはちょっと控えたいと思います。メリーキュです、好きです、お肉さん、私の大好物、こらえきれない野菜はできることならよしてほしいわ。僕の体重どんどん増えて、今では 7.7 キロ、買った服もパツンパツン、フィラリア薬も高くなる。シェイ